玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字生徒部小学2年生のですね、9月検定課題、はい、こちらですね、クラス、はい、こちらをですね、書いて説明をしていきます。はい、今月9月はですね、カタカナ3文字になります。カタカナですけれども、漢字とですね、様式は似てます。まずここ、はい、俺ですね、俺のところでは一度筆を止めてですね、そして押さえ直してから方向を変えて筆を運んでいきます。で、それぞれですね、この左払いですね、はい、左払いは向きをですね、よく見て書いていきます。そういったところをですね、頭に入れて、そしてこの赤手本の書き方はですね、裏面にですね、どういったところに注意したらいいかということで、いろいろ書いてありますので、最初にですね、そちらをですね、よく見てですね、そして練習をしてください。それではですね、早速書きながらですね、説明をしていきます。はい、まず句ですね、左払い、そして俺ですね、一画目の左払い。はい、方向をよく見て左下に、はい、2画目は横に行きます。はい、斜めに止めて、そして押さえ直してから、そして左払い、方向をよく見て書いていきましょう。はい、次はラですね。はい、1画目右上がり、2画目ここも右上がり、はい、一度止めます。そして押さえ直して、そして左下へ伸び伸びと払っていきます。はい、ラですね。次はスです。はい、1画目、はい、右上がりです。はい、ここ一度止めます。そして押さえ直して、そして伸び伸びと払って、方向に注意していきますね。はい、でここはだんだん太くして、最後しっかりと止めます。こうですね。はい、このようにして書いていきます。俺の書き方をですね、一度筆を止めてから方向を変えて書くという書き方、そして左払いをですね、方向に注意して書くようにしてください。はい、今日は以上です。